どうする家康第3話三河平定戦あらすじとネタバレ。2023年1月22日放送予定。今川義元が生きていて瀬名が迎えてくれる、そんな夢を松平元康は何度見たでしょうか。セミの声が城内に響く季節となり、岡崎城の元康のところに書状が届きました。今川氏真からです。そなたの働き、今川中の鏡である、要は直ちに今川を立て直し父の敵を討つ。そなたは岡崎から織田を打ち払え、しかるごに駿府に帰り世を支えてくれ。書状を見た元康は喜びます。しかし家臣たちの反応は冷たいものでした。織田を打ち払ったらってことは我らだけで三河を平定せよと。数正は冷ややかに指摘をします。やらねばわしは駿府に帰れぬ。元康の気が焦りますが、戦いとなれば武器も軍資金も必要になります。しかしそれは鳥居忠吉が前もって準備をしていました。槍や鎧もある殿、これで戦いができますぞ。これで家臣たちの士気も一気に高まりを喜びで、エビすくい踊りを始めました。目下の敵は水野信元です。水野信元はかつて松平家を裏切り織田家に転じ、西三河の刈谷城主となっていました。元康の母、お代の方の兄で元康の叔父にあたる信元は、所領の知多半島から三河内陸部まで進軍していました。元康は本多忠勝と本多忠真を呼びました。水野信元がいる刈谷城を落とせると申すなら先駆けを任せる。刈谷は城なのですか。やってみるがよい。さらに本多忠勝は元康に質問をします。水野信元は、殿の母上の兄ですが首をはねてもよろしいか。母上には会ったことがないが、幼い頃は洋お菓子を送ってくれた。だが水野信元なる男はわしは嫌いじゃ。承知いたした。水野を切り、母上を迎えればよろしいかと存じます。そんな中、元康は庭に咲いた花を押し花にして添え、駿府で待つ瀬名に文を綴ったのでした。永禄3年1567月下旬、松平元康軍は刈谷城攻めが行われました。外で元康軍が銃撃戦を行っている時、城内で水野信元がつぶやきます。あ、戦う相手がわしじゃなくその後ろにおる方だと。背中に気をつけろ、おいっ子よ。どちらにつく神谷丸と長生きできんぞ。その頃、刈谷城を攻めていた元康軍の背後に織田軍が迫っていました。水元軍と織田軍に挟まれた元康軍は80名余りの死者を出して敗走していきました。そして水野信元は生きようようと信長に会いに行きました。狩りの肝心な役目は何と思っとる。獲物を追い込む役目と存ずる。鹿と追い込め、ウサギを俺の目の前に。必ずや。水野信元は清洲城から帰りすぐに元康に書状を送りました。内容はすぐに今川と手を切り織田方につくようにというものでした。今織田方につけば元康の命は助けるという内容になっていました。バカにしおって。元康はすぐに今川に加勢してもらう書状を送りました。しかし今川氏真は各地の対応で忙しくしていました。待てど暮らせど援軍は来ません。瀬名たちのことを思って心を痛める元康を尻目に、家臣たちは噂話をします。今川の助けがいつ来るか、本当に来るかどうかわからないという言葉に鳥居元忠が怒ります。来るに決まっておるだろうが、たわけが。良い知らせじゃ。東条城から吉良義明殿がお見えになさった。吉良は今川に忠実な人物でした。これで刈谷城を吉良勢と一緒に落とせますぞ。8月、松平吉良の連合軍で出陣しますが、石ヶ瀬川で敵と合戦となるも、結果は散々たるものでした。松平兵は100人以上の死者を出し敗走しました。度重なる敗北で城には重い空気が漂っています。本多忠勝や鳥居元忠、平井は近吉が言い争いになっていたのです。今川から兵が来ないので本多忠勝は織田方につくべきだと言ったので衝突したのです。次負ければお家は破滅。今川殿も立ち直る気配はない。軍用金もつき始め、石川数正も暗に織田方につくように言います。俺に三河衆を見捨てろというのか。元康はそう言って石川数正に突っかかりました。まあまあ手立てがないわけではありません。
武田に助けを求めるのです。しかしそれも甘い考えでした。身の程知らずが今川を飛び越えて元康が武田にお願いしたことで突っぱねられました。そこに再び水野信元からの書状が届きます。水野殿が会いたいと申しております。会うものか、わずかなお手勢、すでに城に向かっております。それからほどなくして水野信元が岡崎城に到着しました。桶狭間がああなることは分かっておった。今川義元なんて筆崩れの武将だからな。お前ら大高城で織田軍に囲まれただろう。なぜ見逃してもらえたか知っておるか。俺が信長様に申したのよ。その命の恩人に戦いふっかけるなんてひどいじゃねえか。信長様に頭を下げろ。俺が口を聞いてやる。その後水野信元は一緒に来た浦井の方と元康を合わせました。母上、立派になられて。感動の再会を果たします。胸がいっぱいの元康と裏腹にお台の方は冷たく言い放ちます。今川と手を切りなさい。今川はもうおしまいです。母上、あなたが信長様に勝てるわけがありません。しかも松平と対等に結び、三河をそなたに任せてくれるそうよ。私の妻は今川の子であり、今も妻子が駿府におります。それが何だというのです。つまらぬことです。何ですと。そなたの父もかつて尾張におった。そなたを見捨てました。恨んでおいでか。私は立派な判断だと思います。主君たる者、妻や子供を平気で捨てなはれ。あまりにも冷酷なことを言おうだいに、元康は腹を立てました。出て行かれよ。今すぐ出て行け。そなたを助けておるきら義明殿攻めよ。それが信長様への返事になる。そう言い残し、お台の方は足早に出て行きました。わしの敵は水野じゃ、信長じゃ、わしは今川の家臣じゃ。停戦交渉は決裂しました。そして10月再び石ヶ瀬川で水野信元との戦いに。しかし戦死者数もわからないほどの大敗となったのです。その数日後、酒井忠次が元康を外に連れ出ます。城下の民の暮らしを見せようと思ったのです。百姓はたくましゅうございますな。戦いで親兄弟が死んでも実りとなれば大はしゃぎ。今年は特に張り切って刈り込んでいます。何故か分かりますか。何も答えない元康に忠次が続けます。今川に絞り取られないからです。今川から独り立ちしたとは言っておらぬぞ。私が申しました。今川のために戦えと言っても兵が集まりませんので、皆それほどひもじい思いをしてきたのです。まことに恐れ多いですが、我ら三河衆はとうの昔に今川を見捨てております。そして頭をこすりつけてお願いします。殿のことを思うと私も涙が出ます。されどされど、ご決心ください。よくもそんなことが申せるな。何を言ってるのか分かってるのか。いやじゃ、わしは駿府に帰るんじゃ。左衛門のことを手打ちにしてください。数正も手打ちにしてください。ゆえにお決心を。いやじゃ、いやじゃ、いやじゃ。その数日後、元康軍は吉良義明の東条城に攻め込みました。ようやく正しい方に張ったな。そして吉良義明を捕らえました。おいっ子、清洲城に一緒に行こう。俺がついてる、怖くはない。そして元康は今川氏真に織田方についたことを書状で知らせました。そのことを瀬名はまだ知りません。そこに種が慌ててやってきました。お方様、お方様、おとみさんたちが連れて行かれてしまいました。今川家は三河衆の人たちを貼り付けにされていました。おとみ、おふみ、みんな。瀬名が助けようと近寄ると、力ずくで取り押さえられてしまいます。三河衆は貼り付けで串刺しにされました。今川氏真からのあまりにも残酷な仕打ちでした。瀬名とその子たちの運命は、どうする家康。